皆さん、こんにちょテは TDA ーーの役員はキールクです。今日の山形県ですが、非常に大変としか言えません。もう言葉切れ消せる。まさか、鶴岡で出るとは全くも思いませんでした。はい。何度も何度も緊急事態宣言以前から言ってます。今、まさにオーバーシュートの局面を大幅に超えております。クラスターの効果感染権を不明者は欲しい。もうバーディクやん。医療はすでに壊滅状態。やはり東京以外としか言えません。今日にも山形は緊急事態宣言出すべきです。何度も言ってます。はい。 やはり東京由来としかもう考えられません。はい。そこで新型クライア支援プロジェクト及び、1995年、阪神淡路大震災が起こり、はい。これで37年目、はい。阪神淡路大震災祈願をいたしまして、堀ぎちえみさんでさよなら物語。確かに堀ぎちえみさん関西出身でございます。はい。聞いてください。僕の天使は君,君は寝、ね、て、 恋の天使さほんとさあって抱きしめられたのはあの愛はそうよ二度と帰らない物語一人海を訪ねたのよ燃えた砂に涙を捨てるのきっと誰もがみんなそして大人になるの愛を捧げたことは 悔やみはしないわ、けど、僕の天使、君は寝て、恋の天使さ、ほんと去って、微笑みあったあの日々は、そうよ、二度と戻らない夢なのね。いつも二人、微笑せたわ、風の向こうに、 虹も見たえたでしょそうっとあなたがくれた星見柄のペンダントきっとみんな愛おしい思い出にするわ。ああ、僕の天使さ君はねって恋の天使さほんとさ。 「口づけくれたあの愛はそうよ二度と帰らない夢だから」「 きっと誰もがみんな、そして大人になるの。愛を捧げたことは悔やみはしないわ、けど、僕の天使さ君は寝て、恋の天使さ本当さって、 抱きしめられたあの愛は、そうよ、二度と帰らない物語。僕の天使さ、君はねって、恋の天使さ、ほんと去って。抱きしめられたあの愛は、そうよ、二度と帰らない物語。 何でも言います会場チャイムください今日もまたの移動もおやめください会場イ,インタビューもおやめくださいエッセンジャルワーク海外はもう二度と山形には来ないでください !Stay! o バイバイ